はい、どうも、ビクスヨスです。今回紹介するミニカバですね。こちらの3台、2019年8月のですね、トミカで、発売のトミカですね。まあ、これとは別にですね、トミカ R、トミカプレミアム RS、ちょっと大きいやつですね、の GTR などもね、あるんですけどね、今回紹介するのはこちら3つですね。まあ、つうかそっち買ってないんでね、その RS の方は。ね、まあ今回この3台紹介していきたいと思います。まずはですね、ヒノプロフィア、葛飾トラックですね。あ、葛飾トラックっていう名前で販売するんですよね、これ。プロフィアだけでもいい気がするんだけど、葛飾も入れるんですね、ちゃんと。まあ、開けていきましょう。こちらですね。新型のね、プロフィアをね、ベースにした、トミカですね。まあ、後ほど詳しく紹介していきたいと思います。これは日産ノートか何かが廃盤なのかな？まあいいや。続いてですね、こちらですね。トヨタ GR スープラですね。開封していきましょう。こちらが初回限定版ですね。で、通常品がこちらですね。気づかなかった。ではね、早速ね、プロフィアの方からね、紹介していきたいと思います。ですね、こちら、新型プロフィア、まあ、カミソリプロフィアなんかね、裏では言われたりするんですけどね。まあ、最初ね、このプロフィアが出た時もね、うわ、何これ、肝とかね、いろいろね、意見がありましたけどもね。まあ、意外と、他の、会社のに比べたらマシかなっていう感じがしますね。まあ、日野の中ではね、一番大きなトラックとなるプロフィアですけどもね。まあ、今まではウィングトラックでも日本ツーンのトラックとか、あと、ちょっと前にトレーラーとして発売されましたね。ですが、今回はね、ウイングの10トン車ということでね。まあ、このようにウイングが開きますが、まあ、なんといっても特徴といったら、この葛飾区のラッピングですね。あ、帝釈天ですね。トラさんでおなじみのね。男は辛いよってみんな、子供たちにはわかんないと思いますけどもね。まあ、なぜ葛飾区といったら、まあ、このタカラトミーの本社があるのが葛飾区なんですね。まあ、それとの関係もあって、多分そのコラボというかした感じですね。まあ、これが多分葛飾区の区章だと思うんですけども。これ違うのかな？こっちが区章か。よくわかんないな。なんだろうこれ。まあ、いろいろ葛飾区のこれが、なんだっけ、あそこの、なんかこち亀にも出てきたんだよね。うん。この多分そこ。勝負園？そのあたりの写真じゃないかなと思うんですけども。これも花火大会の画像ですね。まあ、こっち亀でもね、タカラトミー、まあ、その前身となるトミーとかもね、りょうさんが地元の企業は、おもちゃ屋は、おもちゃ屋っていうか、おもちゃメーカーは、わし好みのおもちゃを作ってくれるっつってね、何度か出たりしてますね。まあ、ヒノプロフィアね。別にこれ、葛飾のラッピングは区でやればよかったんじゃ、区の特注かなんかでやればよかったんじゃないのっていう意見もまあありますけども。まあ、僕としてはまあそうっすねって感じですね。柴又の写真とかね。まあ、最近結構こういうウイングトラックのなんか、その、まあ、これはどこが所有とかよくわかんないですけども、例えば企業の所有してるやつでも、なんかこうやって、市長さんのその、なんて言います？その特産品とか展示されてる、展示っていうか、写真ラッピングされてるやつは結構見ますね、最近。
例えば浜松市の家康くんとあの直虎ちゃんとかがあの貼られた牛あのおしリアのこの部分とかにねあのラッピングを施した車両とかも結構いますね。まあそういうそのまあトラックもねまあこういう宣伝するのにはねちょっと決して適してないとは思わないんでね、あの某フレッサのあのトラックみたいにまあ宣伝するだけが宣伝するだけって言ったら失礼ですけども、宣伝を目的としたトラックじゃなくてもそのようにまあラッピングしたらちょっと広告つけるっていう手もありますね。まあでも結構このプロフィアの前の方とかしっかりよくできてますね。ちょっとここなんかありますけど、なんだかわかんないけど、なんかノリみたいなついてる。削りは取れる。これは実在するんですかね。ただのコラボのやつですかね。まあ最近ですとこれ発売ちょっと前ぐらいにネットニュースでそうちょっと珍しいミニカーみたいな感じで紹介されましたけどもね。まあ、なんだろう。まあちょっと今後のバリエーション展開にちょっと期待したいですね。続いて、トヨタ GR スープラですね。まあ、トヨタのね、スープラといえば80のスープラとかね、70のスープラがありますけどもね。こちらはですね、90スープラと呼ばれてる、スープラになります。最近、発売された、スープラですね。まあちょっと せっかくなんで説明していきますと、製造国はオーストリアになりますね。日本車なんですけどもね、一応。日本車と言っても、まあちょっといろいろありますね。まあ定員は2名のサンドアクーペとなっております。で、変速は8速のスポーツオートマとなってますね。BMW との共同開発ということになってますね。だからトヨタが今まで作ってたあのスープラとはちょっと、まあ、わけは変わってくるんですけどね。まあ、BMW Z4 という、まあ、トミカにもなった、ちょっとオープンカーですけどね。あれの、プラットフォームを、共有しているということですね。別にでも、だからといってその Z4 を、ハードトップにしただけのモデルということではないんですね。別、もう、プラットフォームは一緒ですけども、もう、こういうフロント周りとか、もう、後ろとか、まあ、ちょっと、なんか似てるところもありますけども、まあまあ別の車なんですね。まあ、リアこんな風になってますね。まあ、実際僕もね、この色は、鈴鹿サーキットで走ってるのをね、見てますね。まあ、こっちは初回限定版なんですけど、まあ、シルバーですね。まあちょっと今までのスープラに比べたらちょっと違う、何、どこがスープラなんだよっていう意見もございますけども、僕的には70系スープラも80系に移行した時絶対同じことは言ったと思うんですよね。全然形違うじゃんと。まあどうせ買わないんだから君たちは文句言わなくていいよ。僕も買わないけど。うん、っていうのが実際のところじゃないでしょうかね。まあこの GR、まあいわゆるガズーレーシングですね。の、名が入ってるのは、このスープラだけみたいですね。まあちょっと特別なんです。まあアクションはね、まあサスペンションしかないんですけどもね。まあ結構かっこいいですよね。ただなんか、やっぱ微妙っていう感じがしますね。車として。僕も実際見に、こっちのね、赤い方をね、見たんですけどもね、タミヤのブースで、今年の静岡オフィションに確かね、展示されてて、見たんですけど、同じ色じゃないのかな？ちょっと赤の感じが違う気がする。うん。なんだろうなぁ。前が、どこがあれって言うと、あれなんですけど、なんか全体的にちょっと微妙な印象を受けますね。まあでもリアとかもね、スープラの9のロゴ、あれをなんかそのまま使ってる感じはしますね。まあそこはちょっといいなと思いましたけど。まあトヨタがね、スープラっていう名前を復活させたことに、まあ意味があるのかなという感じはしますね。まあ前の方もね、ちょっと、
実写の画像をね貼っておきたいと思います。まあこの車両は、トヨタのね4チャンネル全チャンネルで販売しているということですね。まあ言うて日野のこのトラックだって実写の画像をねあれですけどね、なんだっけ、日野オートプラザで葛飾区じゃないですけど、普通のトラックを多分写真撮ってあると思うんですけどね。まあ、日野プロフィアは48番ってなんだろう。48番じゃねえわ。117番。48番はノートだと思うんですけど、117ってなんだろう。ポルシェかな？ポルシェの彼らか何かかな？まあいいや。まあ今日はなんかその台数が少ないんでちょっと寂しい印象ですね。言うていつも通りなんだよな、3台っていうのは。むしろ多いぐらいなんだよな。うん。いつも2台ずつ紹介してますからね。3台って結構台数的には多く感じますね。まあ、そうだな。今回はこんなとこかな。まあ今日もね、スープラ買うときね、並んだんですけども。まあ暑かったですね。人がどうこうとかじゃなくて暑かった。あまりにも暑いよ。サングラスかけてたんですけど、リンスト悪いせいで、あっちいなって顔でやってたら、もう少しお待ちくださいって、すごいよ。なんか待って、イライラしてる人見たくなっちゃったのか、なんか店員さんにちょっとそう言われちゃったんで、違うんだよなっていう。そういう、ちょっと、良くないですね。まあいいや。今回はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。